皆さんどうもです。クロスです。今回は私がよく使う建築技戦闘術を紹介しようと思います。建築って人それぞれ自分なりのよく使うデッキみたいなのがあると思うんやけど、ポルスデッキの紹介みたいな感じですね。攻められた後の攻め返しカウンター建築は本当に強いんで、ぜひ見てほしいなと思います。こういう動画好きな方は高評価とチャンネル登録も押してくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、では早速クリエイティブとあと実際のクリップとかをね使いながら紹介していこうと思います。まずはボックスになった時の技ですね。自分はあんまり自分から攻めるってことをしないんで、攻められた場合にそのカウンターとしてどうやって相手を倒すかっていう技が多いかなと思います。ボックスで引きこもった時よくあるのは、相手がね階段張ってこう張り替えに来ると、そしたら自分はその応答として右上開けて屋根入れてリセット。これが本当に多いしよく見ると思うんやけど、正直スペックが弱い方とか回線が弱い方はおすすめしません。なんでかっていうと、木、レンガ、鉄全部同じことなんやけど、練習を2回挟んだらめちゃめちゃ簡単にクワ一発で建築壊されちゃうんですよね。だから仮にこう入れたとしても、その後編集リセットしても、相手は屋根つけられたってなったけど倒しに来てるんで、正直このロックはあんまり怖くなくて、練習2回挟んだから一発で壁取ってきてもうね入り込んでくるんですよね。だからこの屋根の意味があんまりない。でリスクの方が大きいんで、できるだけこの正面の壁を開けて屋根入れたんだったら、もうこの壁は動かさず、もう本当にここでエイム勝負をしてください。一旦ね引くためにロックするためとか見栄えのために屋根を入れるだけっていうのはあんまりおすすめしません。しかも上三角慣れてる人っていうのはやっぱりこう階段をねこっちの向きにうまいこと入れてくる人がいるんで、最近はねもう慣れてる人が多いですね。受けが慣れてる人が多い。じゃあどうするのかというと、ここの上2つを開けて屋根を設置するだけで、なんとここに屋根が出るんですよね。まあ、これの原理はよく見たことがある剣鳩とかで、手前の屋根を出して練習で開けた後は奥に屋根が出るっていうめちゃめちゃ強い技があるんですけど、これをボックスにも適用させて、手前の屋根を開けて奥に屋根を出す。でこれちょっと視点を振ると、この3箇所にね貼れるんで、相手が仮にここに立ってて、やべえ屋根貼られた逃げようと思っても、この上にもねこの上にも屋根をつけれるんで、かなり強い技と思います。でその後自分が屋根つけた後、まあ、これジャンプしなくてもねつくんやけど、回復したかったら1マス後ろに逃げて回復してもいいし、これでね開けて屋根つけて、その後こう囲いに行ってもいい、自分が攻めれる体力だったらねっていう、受けも攻めもできる技ですね。屋根をこの突っ立ったまんま入れれる、これだけでもかなり強い技と思います。では次ボックスで階段を入れていくタイプですね。この階段を入れるタイプは、まあ、正直この正面からでもね階段入れれて、これもかなり強いと思うよね。これもかなり強い。ただ個人的におすすめなのは横から階段を入れるタイプですね。横からこう突っ立ってる時に、こういう状況の時に横から階段を張ってこの2枚を張るっていうのが個人的にはおすすめ。この階段は何が強いのかというと、クリップで説明すると、まずミニポを飲む時間が作りやすいですね。相手が攻めてくるっていうのは大抵階段の下に埋まってくれるんで、そして抜け出す時間の間にミニポ1個は飲みますね。だから詰めるの上手い人はミニポすら飲ませてくれないんで、今の飲み方はおすすめです。で相手が下に埋まってかつ自分が攻めれる場合は、階段編集で一気に止めていいと思います。でここでやっぱりコツとしては、できるだけ軽くね視点を振ってあげる、左右に振ってあげると綺麗に相手の上とその横に階段を出すことができると思います。でもう一個、相手が階段の上に乗ってる場合、その場合も攻め方があって、屋根を置いて壁を張ってロックする。屋根を相手の上につけて壁で防御して、よく開けて詰める。これも本当に強い詰め方と思います。相手が階段の上に乗った場合の対策ですね。
でもう一個よくやるのが、自分で自分の進行方向に壁を張ってるんですよね。これで相手ができるだけ、壁でね妨害してくるっていうのを防いで、自分が相手の真上に入り込むことができます。あえて壁を張るっていうのはすごいいいことだと思いますね。あとは本当に自分はガンガン張り返していくっていうことができないんで、投げ物に耐えるのがいいと思います。ショックウェーブは2マス離れて 1.5 マス分かのところにショックウェーブを投げると綺麗に入りますし、あとはクラッシュパッドでワンボックス入る、私は斜めから入るのが一番強いと思ってるんやけど、まあどの入り方でもいいです。クラッシュパッドに頼って入り込んで戦うっていうのもめちゃめちゃおすすめですね。お前が自分の持ってる固定の流れがある攻め方はこれくらいですね。あとは臨機応変にフェイントとかいろんなことをやってみながら戦ってます。固定でよく使う技っていうのは5つぐらいあれば安定して強くなれると思うんで、ぜひ皆さん一人一人の戦闘の流れの固定技の一つにこのカウンター建築入れてみてほしいなと思います。手軽でほんと強いんでね、ぜひ使ってみてください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。We'll be right back.